第2章おてんば姫の冒険。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではドラゴンクエスト4第2章やっていきましょう。2章はアリーナが、主人公になりますので、まあ女性なんでね、ちゃんとやっていこうと思います。ただ2章はね結構辛いと思うんだよね。アリーナの一人旅になるから。もうクリフトとブライは男なんで早々に死んでもらいます。というわけで、昔々あるところにアリーナ姫というそれはそれはおてんばなお姫様がおったそうじゃ。その国の王様は姫のおてんばさに頭を抱える毎日。ある朝姫を呼びつけたのじゃよ。って何、誰が言ってんのこれ。姫様、アリーナ姫様、お父上がお呼びですぞ。おお、アリーナか。じいから聞いたのだが、力試しの旅に出たいと申しているとか。ならぬならぬぞ、お前は女、しかも我が国の姫なのだぞ。魔物どもが住む外の世界へ力試しに出るなどこのわしが許さん。よいな、この城から出てはならぬぞ。では下がってよい。王様は姫様のことを思ってああ言っておられるのです。何とぞ聞き分けられますよう。この上は王様と姫様の寝室でございます。ここはサントハイムのお城です。知ってるよ私姫よ何言ってるのあなた。姫、少しは女らしくしていただかないと。お亡くなりになったお妃様はとても上品な方でしたのに、姫の教育係としてこの爺は王様に合わせる顔がありませんぞ。まあお前は早々死んでもらうからな。今のうちにたくさん喋っておくんだ。この階段を登ると王座の間です。あ、アリーナ姫様、ご機嫌うるわしゅう。アリーナ姫様、ご機嫌うるわしゅうございます。爺やのブライ様から伺ったのですが、アリーナ姫は一人旅に出るおつもりとか。本当に一人旅でいいんだけど、お前らいらねえよ。どうかそのような無茶をなさらぬように。姫にもしものことがあってはこのクリフト、いや王様がどんなに嘆かれることか。まあさるな、あさろう。隠し撮りプロマイドが出てきた。犯罪の匂いがする。聖水、この聖水でさ、このブロマイドぐちゃぐちゃにしようぜ。もう水浸しにする。ここら辺は漁るところはなさそうだね。外には出れない。とりあえず道具系だけは取っておきたい。私は旅の商人、この城のお姫様はとんでもないおてんばだとか、一度会ってみたいものですな。どうかお許しください。その人はいい人なんですが、どうも口が悪くて。仕事の支度をしなきゃいけない。それを邪魔する。この薬草とか今日の材料なんじゃないか。薬草を使ったご飯、薬草飯みたいな。ああ腹が減った、早く飯の時間にならないかな。あ、どこの世にも使えない兵士はいるもんだな。あれ、どこに行けばいいんだっけ。ここが王様とかの部屋でしょ。こっちなんだ、怪しいぞ。これは姫様、壁を修理しています。今しばらくのご辛抱。あ、そうだ、蹴破ったんだっけ。薬草、羽帽子、え、こんなのあんの。装備しよう。絹のローブしか装備してないんだけど。絹のローブ、羽帽子、武器とかないんだな。まあ、武闘家系だからね。職業何、姫、わかりづらい。何が得意なのかわかりづらい。もう壁を蹴り飛ばして壊してしまわぬように。え、こいつ早くどっか行けよ。王様の部屋とか入れんのかな。げ、こいつまだいる。もう一回王様に話すか。どうしてアリーナ、まだ外に出たいと申すのか。出たい。どうしてお前はそうおてんばなのじゃ。これってどう。まだいる。誰かと話さないといけないのかな。こっち入ってみる。鍵がかかっている。入れん。じゃあいいえ、聞き分けてくれたか。それでこそわしの可愛い娘じゃ。ささ部屋で休むがよい。あ、これっぽいね。いるじゃねえかよ。なんなんだ一体。誰だ、誰がフラグになってる。ブライ、変わらない。大臣、
教会の人はどうせセーブしますかみたいなこと言ってくるんでしょ。門番に話してみる。部屋に戻られますように。王様のご命令によりここを通すわけにはいきませぬ。よし、これでどうだ。これで、おいなくなってる。壁を調べた。板で修理してあるだけなので蹴破れそうだった。蹴破りますか。はい。蹴破るっていうか完全に体当たりだよね。こいつさ、普通にさ壁ぶっ壊したの。異常なんだけど。にゃーん。猫。この猫は誰が飼っているんだ。下に降りますか。ここから鍵がかかっている。入れない。こいつら、このじいさんよく飛び降りられんな。姫、お一人で旅に出るなどとんでもない。どうしても言うと、ん？どうしてもと言うならこのGメモついていきますぞ。及ばずながら私も姫様のお供をいたします。さあ参りましょうか。仲間に加わった。まあ、加わったところで即棺桶になってもらうけどね。一応仲間が3人になったね。アリーナ、クリフト、ブライ。まずは町に行く前に、棺桶にしましょう。この2人を戦う。あれ、これ仲間に攻撃できないっけ。あ、マジか。ファミコン版とかだったら仲間に攻撃できるよね。ゲッ、めんどくせえ。どうしよう。一回じゃあ死ぬか、全滅するか。みんな防御して全滅します。レベル1のうちにちょっと死んでおきたいけど。ちょっと待って、ダメージ受けないってどういうことだよ。先行くか。じゃあ逃げる。よし、これがいい。なんだこの敵の弱さは。で、全滅すると多分アリーナしか生き返らないから、その状態で進めていこう。大ミミズ、ひたすら逃げる。クリフト4か。結構食らう。4匹出てきたらめんどくさいね。ただいたずらモグラは弱い。レベル上げが重要だな。まあ、レベル上げはね、さすがにちょっとカットしたりはしますけど、物語はもう基本的に見ていくんで。あと、まあダンジョンはね普通に攻略していきます。これでクリフトが死ねばバンバン剤だな。だ、アリーナ倒せないからな。ちょっとこのまま普通に倒しにかかろう。うわ、クリフト死んだ。これはアリーナもまずいな。5匹は無理だ。2回かかるからね。おお、いいねいいね。1。あー、最悪。薬草使うか。ここまで来たら倒したい。薬草16、15。2食らうことはまだないな。1か0だ。いける。これはせっかくここまで来たんだ。2人の死を無駄にはしない。いたずらモグラぶん殴って倒してんだよね。これ倒したって完全に殺してんのかな。3はちょっと火力不足だな。いやー、3発かかるか。しかし倒した。よし、10。これってさ、1人になってもさ経験値増えないのかな。それだったらちょっとな、きついよな。さらにきつい。羽帽子を装備 して防御力が、ミオンとかやばそう。いや無理だ。ちょっとこれマジで逃げよう。いや2勝はきつい。本当にきつい。序盤からこれか。
もうこの2人が蘇ることはないからね。永遠にカオン家で眠っててもらう。ちょっと最初の町に入りましょう。ちょっといろいろと町を漁って、薬草もうすでに2つ使っちゃったからね。あと何か防具とか揃えられないかな。まず防具屋から覗いてみる。革の鎧装備できるけど、あんまり上がらないか、2しか上がらないか。もともと何装備してんだ、まあ、わかんないけど。革の帽子はむしろ下がるね。薬草か。これこういうとこにさ、小さなメダルとかって落っこちてはないか。ここ宿屋、一応宿屋見てみるか。タンスとかは漁ろう、なんかあったら。これは鍵かかってるでしょ。ほう、女だてらに力試しの旅。しかししばらくは町の前で力をつけることだな。そうだな、おっしゃる通りです。ごもっとも。今このまま行ったら確実に死ぬからな。なんかそんなにでかい町ではない。これを壊す。よし、素早さの種。ここら辺もうアリーナに使っていこう。ちょっと待って、あれ、ここら辺なんか起こってる。ちょ、丸ボタンを押しながら。なさそう。武器屋の店。棍棒、攻撃力上がるは上がるのか。聖なるナイフ、そうだね、まず聖なるナイフを買おう。今仲間に話しかけることができない。カモケだからな。後ろのアリーナ様みたいに強くなりたい。子供には人気だね。あ、ここ鍵かかってんのか。シスター、この町より北に進み、東の山奥に小さな村がある。俺はこの海女さんに一目惚れしちまったんだ。結婚してくれねえかな。いけませんわ、私は神にお仕えする身、神に捧げた身でございます。積極的だな。私は詩人のマローニです。青い空流れる雲。あ、そう、さらに上に行けるけど、何にもない。あの縦札ってなんだっけ。まあとりあえず、じゃあちょっと聖なるナイフを求めますか。商人仲間から聞いた、隣の城の姫様が旅に出たとか。隣ってどういうこと。これ別なの。これで一国じゃないの。13、さっき薬草手に入れたよね。いや、羽帽子マジ役立つわ。え、棍棒とかでも買った方がいいのかな。素で弱えんだけど。防御力は申し分ない。いや、でも棍棒を買ってるさ。あ、クリフトとプライの装備売ればいいんだ。で、棍棒買おう。さすがにちょっと素では時間がかかる。ブライとクリフトって何装備してんの。よし、レベルが上がった。どれだけ上がるかだな。最大1ポイント4。まあ、ドラクエの上がり方はこんなもんだからね。よしよしよし、じゃあまずちょっと棍棒。あ、棍棒持ってんじゃんお前。アリナに装備させよう。装備する。お前の意思は俺が継ぐ。旅人の服、これはちょっと差があるからね、装備しない。ブライ、まあ、ヒノキの棒と布の服、これはちょっとでも金の足しにするか。よし、で一回寝て、で一回寝て聖なるナイフを買ったら、じゃあその町とやらに行きますか。じゃあちょっと棍棒装備したんで、アリーナの攻撃力を試しましょう。きちんとレベル上げしていかないとね、確実に死ぬから。9、強え。よし、じゃあこのまま聖なるナイフを変えるまでちょっとレベルを上げます。
よし、3レベル。ヒットポイント4。力に、うん、いいね、いいね。全体的に上がってくれた。さあ、それじゃあ、聖なるナイフを買いましょう。アリーナ、23から30か。よしよしよし。で、防具もやっぱ揃えたいね。一人旅だからね。街で売ってる最強の装備を揃えてから先へ進まないと不安。革の、でもさ、180円貯めて革の鎧買うか。革の帽子も無駄だからな。じゃあこれでいくか。もう2レベル上げたいな。ちょっと5レベルまで上げてから、今が3レベルなんで5レベルまで上げたら先へ進もう。もうちょい頑張ります。聖なるナイフの力を試そう。攻撃力は多分もう申し分ないからね。アリーナのいいところは先制取れるとこだよな。ライアンはさ、もうなんか最後の攻撃だったけど、アリーナ早いから最初に1匹始末できる。そしてスライムベースって結構金持ってんだよね。よし、レベル上がった。4。賢さは上がんなくていいか。14ゴールド。よーし、5レベル。ヒットポイント4。おお、2211。お金もね、それなりに貯まっては来たんですけど、革の鎧買うくらいだったらちょっと次の町に行って、次の町に売ってる何かを買いましょう。まあ、売ってるかどうか分かんないけど。あと、棍棒とかまだ売ってないんでね、少しお金が足りなかったとしても工面はできるかな。じゃあこのまま先へ進んでいきます。もうここら辺の敵はね、本当に無双できるんで。こいつら雑魚だよ。雑魚だっけ。めんどくせえ。効かん。無駄。効いた。ドラクエ5みたいにね、ブーメランとかそういう敵全体とかグループに攻撃できる武器があると便利なんだけど、ドラクエ4はなかったよね。リメイクされて追加されたとかっていう記憶もないんで、まあ、アリーナはね、単体で1人ずつ倒していきましょう。モンスターの数が多いとちょっとめんどくさいかな。だから一撃で倒すことはかなり重要だよね。相手からのダメージを食らわないっていうことにもつながるんで、まあ、ただやっぱりすげえサクサク戦闘は進められる。街を発見。ゲッ、暴れ込まれるとかやばくね。倒せね。ガオス参加。よし、2発で倒せれば、あとはこのバッタだけ。バッタって言ってもこれ多分人の大きさくらいあるよね。キリキリバッタ、そりゃ怖いよ。薬草重要だ。薬草はマジで重要。クリフトのホイミとか使えねえから。さて、新しい村。ここは呪われし村テンペ。この村に生まれなければ私の娘も死なずに済んだもの。村のため死んだ娘たちに安らかな眠りがあらんこと。なんかない？あった、命の木の実。この子供は悪い怪物をやっつけに来てくれたんだよね。何のことだかわからんな。とりあえず漁ろう。村のため娘のニーナを生贄に出さなければならない。もうどこかに怪物を退治してくれるような強いお方がおらぬものか。いいえ、自分たちで解決するんだな。革の帽子、これは売ろう。クリフトの入れ物に入れたって。うん、ニーナ、うん、完全に道具袋と化してるよな、この棺桶。もう私持てないから棺桶に入れとこうみたいな。ニーナ、お父様やお母様のいるこの村を見捨てるなんて私にはできない。お願い、悲しまないで。生贄になった娘たちは帰ってこないだけ。死んでしまうと決まったわけじゃないわ。もうほぼ決まってるよ。俺は嫌だ。ニーナを怪物の餌にするなんて。二人で村を出てしまえば。そうしたらだって別の誰かが生贄になるだけでしょ。あいつらが逃げたから私がみたいな。村長さんの一人娘ニーナが生贄になってしまうのです。私の息子はもうすぐニーナと結婚するはずだったのに、とても商売どころじゃありません。え、マジで？ってことはっけ、なんだこいつ怒り狂ってんな。
この状況で倒さないといけないのか。ここって入れる？あ、こっちから入るのか。いつの頃からか村の北の森に怪物が住み着くようになった。怪物は若い娘を生贄に出さないと村ごと襲ってしまうと言ってきている。この村に残っている娘はもうニーナだけ。その後どうすんだ。じゃああれ、そういえばさ、全然セーブしてないんだけど。97、結構かかるな。宿屋に泊まって、じゃあちょっと道具袋一回整理しよう。棍棒渡す、袋でいいでしょう。聖水もいらないよ。あ、絹のローブ装備してんだね。素早さの種もちょっと一回袋に入れよう。旅人の服も入れて、ヒノキの棒も入れて、毒消しと命の木の実もちょっと入れておこう。薬草3つくらいは持っておきたいね。道具袋に薬草はないかな。ないってことは買うか。え、買うって言ってもさ、道具屋さん自体がやってねえじゃねえかよ。ここ愛し合う2人が引き離される。悲しいことです。所詮他人事だな。288円、死ぬと半分だよね。140円か。薬草1個でやっていけるかな。ちょっと不安だな。薬草1個は不安。というわけでちょっと薬草を買ってきましょう。薬草を、どなたがお持ちになりますか。あ、買える買える買える。9個一気に買っちゃおう。ダリナ持ちきれなかった分は袋に入れておく。 OKOKOK もう9個買おう。安いからもういくらでも持ってて損はない。薬草についてはよし。これでまた戻って寝て怪物退治みたいなのをしますか。よし、ちょっとねレベルを上げたかったので、アリーナレベル6、ヒットポイント6増えた。よし、力4も増えたぞ。ここ上がりがいいな。これで魔物退治ができる。一回寝よう。3円、こいつ棺桶ずっと引きずってて重くないのかな。村長ここだっけ。村のため娘のニーナを生贄に出す。任せなさい。なんとあなた方が、あなた方ではないだろう。見たところあまり強そうには。いや、今は藁にもすがる思い。失礼なやつだな。神父さんのところに行けと。生贄の代わりにさ、行ってもらうような態度じゃないよね、今の村長。命かかってんだよ、こっちは。もう二人死んでるけど。なんと怪物退治を。しかし怪物が姿を見せるのは生贄が捧げられた時だけ。生贄の身代わりになっても良いと申されるか。いいよ。とりあえずさ、この棺桶2つ先に差し出そうよ。準備はいいよ。この神父何とも思わないのかな。後ろのこの棺桶はどうするんですかみたいな。さあどうか、あのカゴの中へ。棺桶ここに置いときたいんだけど。おお、神のご加護がありますように。車両行ってる場合じゃありませんよ。一人だからな。すべての攻撃がアリーナに集中するからね。仲間がいればさ、せめて攻撃が分散してくれるからさ、その間に回復とかもできるんだけど。暗黒の正気が立ち込めている。おお、犬2匹足す。暴れ狛犬か。暴れ狛犬2ターンかかるんだよね、1匹処理すんのに。ガッハチか、結構強い。まず周り1体倒す。え、何これ。いやー、回復だな。次回復しないとマジで死ぬ。強え。おお、ナイス。これすげえ助かった。いいね、アリーナ素早さ高いっていうのはでかい。よし、会心。あと俺の薬草が尽きるのが先か、お前がくたばるのか先か。8だから
先手取られるとさすがにまずいから、薬草はまだ大量にあるな。攻撃薬草、攻撃薬草だね。絶対先手を取れるとは。きたね、ホイミとか。まあ俺も薬草使ってんだけどさ。しかし1対1になればこっちの薬草が尽きるか、お前のマジックパワーが尽きるかだな。勝負的にはまだもあるか。ホイミって2しか使わないからね、マジックパワー。次回復。お、マジックパワーが足りない。来たな、バカめ。ここまで。よし、育て上げたアリーナの力見たか。150100円、命の木の実、悪くはない。怪物をやっつけたという知らせは瞬く間に村中に広がった。そして夜が明けた。確かにこの強さは一般人じゃ太刀打ちできないよ。さて、生き返ってる、超いらねえ、マジかよ。一応こいつのとこ行こう。なんか売ってる？クロスボウ。でもさ、これ次の町が割とすぐあった気がするんだよな。ちょっと次の町を覗きつつ、またクリフトとブライ殺さなきゃいけないんで、お前らなんで蘇ってきたんだよ。そういうサービスいらないんだけど。このご恩を一生忘れません。なんかよこせ、私たち結婚するんです。クソが。もう諦めていましたのに俺の言葉もございません。あれ、村長どこ行った？あいつ俺踏んだくられると思って逃げやがったな。あ、いた。まさか本当にあの怪物を倒してしまわれるとは全く驚きました。テンペの村も生き返ります。いやー、そう、村のものはいらないからさ、とりあえずクリフトとブライもう一回殺してくんないかな。まあ、レベル1だからね、多分ね、すぐ死ぬとは思うんだよな。こいつなんだ。フレノールの町。よし、ちょっとフレノールの町で装備品を見よう。で、特にいい装備がなければもう一回戻ってきて、土嵐防御。あ、でもこいつらもうあれか、何も装備してないから。よし、5、結構いいね、いいダメージだ。お、いいね、いいね。よし、早速死んだ。その間に俺がこの土嵐を始末する。残り2体になったら、お、仲間呼んだか。雑魚が身の程を知ったか、このジジイとスケベ神父が。一人旅するってだって宣言してたよね、アリーナは。一人で行くって言ってんだから、お前らはいらん。フレノールの町について、まずはなんだこいつら、なんかまた集まってんな。道具とかいなそう。いや、開いてねっていうか、これ裏口か。あれ、どっから入んのこれ。あ、ここね、開いた。おっさん、鎖片びら、あ、装備できる。聖堂の鎧はさすがに装備できないか。500円って結構あんな。まず武器だな。ちょっと攻撃で圧倒して、あー、武器や。なんかこいつらのイベント進めるか。宿屋のご主人はお姫様たちを大層もてなした。少しばかりの蓄えをお姫様に出そうかなと。あんたらもお姫様を見に来たのか。この宿屋の2階にいる。ここはフレノール。今この町にサントハイムのお姫様が来ているの。お姫様たち、この町に何の用かしらね。お姫様っていうからどんなに綺麗だと思ってたけど、大したことないな。ああ、お姫様とお近づきになりたい。これ何、あ、看板か。とりあえず2階に行きますか。じゃあ、うん、お供が2人いるのか。俺看護家しかいないからな。いや、話して、誰か助けて。うん、やられた。突然やつらが現れて姫を無理やり。おお、姫様が、姫様が人さらいの手に。助けてくだされ。止まれ、それ以上近づくと姫の命はないぞ。しかしこんな宿屋にまさかお姫様が来ているとは。よし、者ども行くぞ。あれ、ここ入れない。布の服か。裏口から出てった。さようなら。あれ、さっきのやつは。なんとしたことじゃ。メイが、いや、
姫がさらわれてしまった。お前たちどうか姫を助け出してほしい。さすれば褒美は思いのままだ。ん、何を機嫌そうな顔をしている。無礼であろう。私はお城の神官であるぞ。死んでるやつよりは十分使えるよね。あ、お姫さんはさらわれたって。やっぱり身代金が目的、まあ、しょうがないよね。え、これどうやって、マジこっち行けないんだっけ。え、復活しないの武器屋。これ何、これ新しい町についてもさ、結局こいつら仕事してねえじゃん。うわ、仕事してねえ。じゃあクロスボウね、えさっき犬の頃がこんな手紙を加えてきた。姫を返してほしければ明日の夜この村の宝、黄金の腕輪を村の墓場まで持ってこい。なんだろうこれ、誰にも言わない。ってかさ、この子供さ、よくこの漢字読めるよな。黄金の腕輪とかさ、墓場とかさ、この人小学生、小学1、2年とかの感じだよね。今の子供はさすが教育が行き届いてるな。じゃあクロスボウ先に買おう。クロスボウ先に買って鎖片びらを揃える。一回戻ります。でまたレベル上げだな。そうすると黄金の腕輪自体がどこにあるか聞き出さなきゃいけないのか。もうこいつは逃げるようになってるし、恐れをなしてるな。ここを通過しなきゃいけないのか、めんどくせえな。よし、じゃあクロスボウ買いましょう。350円、42、まあそこそこかな。38から42だから、まあでも一応揃えられるだけのものは揃えておいて、少しでも戦闘をね有利にしていかないといけないんで、まあ4上がるってことはレベルが1か2上がったくらいの強さか。げーやべ、メラゴーストこんないっぱい出てくんの、死ぬんじゃないか。勝っといてよかった。ガーキューとかやばい。お、しかもポイミスライムとか、ここまずいぞ。やられる。次勝ったら死んだ。買っといてよかった。どっから、これどこ、これサントハイムのとこじゃん。めんどくさ、神父さんにお祈りしときゃよかった。よっしゃ、レベル上がった。6、力3で魔法で来られるとね、魔法耐性みたいなのがよくわかんないからな。また金を貯めなくては。じゃあとりあえずその黄金の腕輪がどこにあるか聞き出しましょうか。昔この町には黄金の腕輪という宝物があった。しかしその宝があるばっかりに争いが絶えず、ついにその宝を南の洞窟に封印した。もう一瞬で、あ、金だ、10円。こいつの10円か、もらっていく。俺が有効活用させてもらおう。なんかないかな。何にもないか。一応表にも回ってみよう。ないね。でこれは外に出るから、今いくら、196円か。聖堂の鎧じゃなくて鎖片びらか、350円とかだっけ。こいつ仕事しろよ、マジでさ、今大変なんだから俺。350円、あと150円貯めなきゃいけないんだね。持ち物を売っていくかな。棍棒22円、旅人の服も売る、
ヒノキの棒7円とか、あとは布の服、布の服ってもう一個持ってなかったっけ、自分で持ってんだっけ、あ、聖なるナイフ売っちゃおう。よし、これで400円になったから、鎖片びら買って27から35、これ悪くないな。よし、じゃあ一旦装備が整ったので、今回はこれで終了して、ちょっとレベル上げをして、次回、その南の洞窟の方ですね、やっていきたいと思います。やっぱね、2章はきついね。まあ、これからアリーナの一人旅やっていきますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。